かつて土星は夜空を彩る無数の光の点の一つに過ぎませんでした。しかし1610年にガリレオ・ガリレイが望遠鏡を通して土星を見た時、まるで両脇に巨大な衛星を抱えているように見えたという記録が残っています。現在では科学技術が進歩し、それが土星の輪によるものだということは広く知られています。その美しい輪を持つ惑星土星の音を聞いてみたいと思いませんか？それを可能にしたのが、打ち上げから土星に到着するまでの7年間、そして土星を周回していた13年間、たった一人で観測を続けてきた探査機カッシーニ。その孤独な旅の途中で観測したある音声データに耳を傾けてみましょう。土星からはどのような音が聞こえるのでしょうか？今回のバイエンススペシャルでは、探査機カッシーニによって捉えられた土星の音に迫ります。2022年現在、土星を訪れた探査機は4機。しかし1979年のパイオニア11号、1980年のボイジャー1号、1981年のボイジャー2号の3機はどれも土星を通過するフライバイと呼ばれる軌道でした。人類にとっての土星の本格的な調査は1997年に打ち上げられたカッシーニから始まったと言っても過言ではありません。カッシーニが土星を周回していたのはおよそ13年、周回回数は合計294回に上ります。その間、カッシーニは土星の北極で吹き荒れる嵐や土星の輪の複雑な動きなど、人類に多くの情報をもたらしてきました。土星の衛星に目を向けると、熱い窒素の大気で覆われたタイタンへの探査機投下や、直径わずか 500km のエンケラドゥスの地下に海が存在することを突き止めるなど、カッシーニの残した功績は多岐にわたります。長期間土星周辺に滞在したことから、地球以外の天体で季節の影響を観察できたことなども合わせ、カッシーニは宇宙開発の歴史に残る大成功を収めたと言えるでしょう。一方、このカッシーニの大成功の裏にも様々な苦労があったようです。カッシーニの場合は、アメリカの議会が予算と日程を厳しく制限したことで、計画当初の期待や予定は大幅な変更を余儀なくされました。1990年に開催された最初の会合では、科学者たちがそれに対して不満を漏らす様子がカメラに収められています。彼らは提示された最悪の選択肢の中から最善のものを選択することを迫られたのです。最も心配されたのが、それぞれの搭載機器に対し予算、重量、通信速度、電力時間などの配分を決める時の議論の紛糾。関わる国が26カ国にもなる巨大国際プロジェクトともなると、特に避けなければならない事態です。しかしその配分をトップダウンで決めるのではなく、それぞれの機器の担当チームにあらかじめ割り振り、もし必要があれば各チーム同士で交渉するという、この分野では類を見ない開発方針を打ち出したことで、なんとか開発を前に進めることができたといいます。また、原子力電池の燃料として放射性元素であるプルトニウムが 33kg も搭載されていることも問題になりました。1986年に発生したあのチャレンジャー号の事故の記憶が多くの人々の中に残っており、同様の事故が発生し放射性元素が地上にまき散らされるリスクを恐れた市民の反対運動にも発展しました。それらを全て乗り越え、カッシーニが打ち上げられたのが1997年10月15日。打ち上げはほぼ完璧に完了し、幸いなことに土星に至るまでの7年間の間、大きな問題が発生することはありませんでした。今回紹介する音は、カッシーニが土星に到達するおよそ7ヶ月前に電波とプラズマ波を観測する RPWS という機器で観測されたデータを加工したものです。それではお聞きいただきましょう。この音から何が明らかとなったのでしょうか。地球だけではなく他の惑星にも磁気圏が存在することは以前から知られていましたが、地球の磁気圏との共通点と相違点がどこかについてはよく分かっていませんでした。以前のバイエンスでも紹介したように、磁気圏を生み出す地磁気は生命に必須だと考える科学者が多く、太陽系の他の惑星の磁気圏を詳細に調査することは地球以外に生命が存在する可能性を議論する上で極めて重要な役割を持ちます。聞いていただいた音声のような土星が放つ電波の周波数の分布と紫外線領域での土星のオーロラの観測データを合わせることで、土星の磁気圏は地球や木星の磁気圏と一部共通点があるものの、地球の磁気圏とも木星の磁気圏とも異なる点があることが判明しました。地球では磁気圏は地磁気の向きに大きく影響を受けるのに対し、土星や木星の磁気圏は地磁気の向きより太陽風に影響を受けやすいようです。一方、磁気圏と過電粒子の相互作用により発生するオーロラの発生について、木星は太陽風の影響をほとんど受けないのに対し、地球と土星は大きく影響を受けます。つまり太陽の活動が活発な時期は地球も土星もオーロラが多く見られます。このように磁気圏の発生原理は惑星によって大きくは変わらないものの、詳細に観測すると細部が異なることが分かり、カッシーニは惑星の磁気圏の理解に大きく貢献したと言えるでしょう。他にもカッシーニの RPWS は多くの観測を行っており、例えば先ほど紹介した直径 500km 余りの衛星エンケラドゥスと土星の間は磁場がつながっていることがあり、その磁場に沿ってプラズマ波が伝播していることが判明しています。地球と月にはそのように複雑な関係はなく、惑星とその衛星の関係も千差万別だということも伺えます。そして始めあるものは必ず終わりありという言葉があるように、大成功を収めたカッシーニも2017年に終わりを迎えることになります。カッシーニの内部は殺菌がなされていなかったため、役目を終えたカッシーニの処分方法を誤ると、タイタンやエンケラドゥスなど生命存在の可能性がある衛星を汚染する恐れがありました。そのため科学者たちはカッシーニを土星の表面ギリギリを通るような軌道に乗せることで、土星の大気圏中で機体を破壊する方法で機体を処分することを決定しました。このカッシーニ最後のミッションはグランドフィナーレと名付けられています。土星の大気圏に突入した後もカッシーニはエンジンを噴射させることでアンテナを地球に向け、最後の瞬間まで地球の科学者たちに貴重なデータを送り続けました。しかしついには土星の強烈な風に耐えきれなくなり、地球との通信を消失。その後間もなく大気圏内で分解され、13年間共に過ごした土星と一つになったと考えられています。カッシーニの観測データをもとに発表された論文は2017年時点でおよそ4000件。たった一つの探査機により土星の理解が飛躍的に進んだことは疑いようもないでしょう。カッシーニの旅は土星の大気圏内で終わりましたが、人類の旅はまだ終わっていません。いえ、人類の探求心に終わりなどなく、常に旅は道半ば。それこそが人類の科学技術の進歩の証になるのかもしれません。今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。